方がいいじゃん。一番安全だから。始まり始まり。夜が始まりましたぞ。しゃほい。しゃほいじゃないんだよね。私あれだよ。ナイフじゃない。こんなカクンカクンでいいの？剣作ってないんだよね。いいの、とりあえず作んの。あ、そうだね。ここ結構余裕あるね。ちょっと待ってが癖。こうしてこっち広げよ。どいて。こっち広げて。ちょっと斧がな、斧。どう？家作って。サボってないで。ちょ、なんでだよ。頑張って戦ってんだよ。あ、これでやるの？気がなくなっちゃった。ちょっと待って、あの原木でやった方がいいかな。上手。なんだよ、もう嫌なの？どうぞどうぞ。痛い。こだわるんだね。うん。オッケーオッケー。見た目がね、なんかすごい。私ね、石の剣がある。お前なんて。ちょんちょこれちょん、ちょんちょこれちょん。痛い。スケさんじゃない、なんだっけ？スリーパー。あー、死んでもた。あっさりと言ったんだ。あっさり死んでもたよ。大嫌いなスケ三角さんがいる。たくさんって誰？ん？さて何マス？おりあー逃げる私逃げるくるるー助けて来たから助けろや助けろやー。あ、牛ください牛じゃなくて、ね、あれ、スケさん来なかったね。うん、あ、でもカクさんは来てるわ。カクさんって何？おーおれ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 、手持ってる。やばい。あーだーやだ、キラ一番。あれ、でももう気がないかな。かかってこい。石でいっか。おらわらわらわら。痛い。寝ないでよ、勝手に。村人、おい。あ、どうしよう。ウィーススケルトンと思ってたら違うじゃない。木とスケルトン間違えた。白い木があるんだよね。やばい、何？え、おかみさんかと思ったらびっくりした。晴れ紫の着物着ておかみさんかと思ったら誰だ、ゾンビだった。あ、日が暮れてきた。略日が昇ってきた。日が暮れてきた。痛い。改めてだけど、入りしじゃねえ。石のさ、なんだよ、お前。斧も聞いてよ。ごめん、いつも聞いてる。石のさ、斧もさ、全然、あの、なんか忘れちゃったじゃねえか。死より掘れる方だよ。違う、なくなるのが早いっていう話。斧が、私のリスポヨ位置を設定しよう。あれ洞窟がなくなったね。埋まった？埋まってないよ。あれ？どこだったっけ？地面をあのこうしないタイプだったね。うん。ディスプレイね。ここが入り口。やめて。入り口って言ってんじゃん。なんな。日本語わかりますか？玄関作る？ちょっと待って、ここら辺。玄関の作り方知ってる？うん、知ってる。教えてあげて。いいすけど。教えてあげてもいいですけど。はい、今店長無視入りました。めんどくさくなりました。どう返そうか考えてた。うん、分かるよ、分かる。あ、もう終わり。うん、痛くない？